ゴゴ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 。セルフ効果音で迫真さを演出しているようだが全くないぞ。まあこういうテンションの時って大体コラボだから。え、そういう傾向ありましたっけ？まあコラボというか前回のクラウドさんと同様に対戦してもらったって感じですね。となると。じゃじゃーん。ユニ、あのユニ相川さん。そうです。去年の国体の静岡県代表でもあったユニ相川さんと対戦させていただきました。クラウドさんと来て次はユニさんか。プヨラー YouTuber 好きにはたまらないな。やばいよな。対戦したかった人たちと連続で対戦させていただいてる。今日はユニさんとプヨ勝負ですか？そうですね。今回はユニさんと二重先で勝負します。おそらくパート1で全て収まらないので2回に分けて投稿していきたいと思います。ユウスケ VS ユニ相川、前編ってことね。そういうことっす。まあこんな大層なこと言ってますけどユニさんは本当に実力のある方なので、少しでも長く対戦できるようにいい勝負したいと思ってます。だって去年の国体の決勝まで進んでいる方だもんな。プヨ同士はもちろん強いんですけど、プヨ手との意思対戦もよくやられていて、大手とガチで上手い人です。僕は下手くそなので教えていただきたいくらい。大手とメインで動画出している人も少ないからな、プヨラーの希望ですよね。プヨ手と2になって大手とやる人も増えましたよね。やっぱりプヨプヨが多少有利になるといった環境の変化もあるんだろうな。さあ、まず2連鎖ダブルを打たれましたが、3ダブルで対応できたのでこれは有利ですね。相手の場を少し崩せたね。追い打ちの手を作りつつ、様子を見ながら動いていきたいですね。一応まだ相手は本線が繋がるからね。青がいっぱい来たので1回単発を打って、2連鎖が来たので2ダブでこれも対応。そして攻めろと言わんばかりのツモ順なので2ダブをさらに構えて打っていきます。この2ダブの連撃はかなり強いな。これはもう本線打っちゃっていいでしょう。最初の1本取れるのはいいね。そうだね、20対0は避けることができたね。調子は問題なさそうかな。今の連携の仕方を見るとそこまで悪くはなさそうだな。今回もお互いに綺麗な本線を組めているね。手順は違うけどどちらも良形ではあるよね。どうやって戦っていこうかな。やっぱり攻めていった方がいいのか。まあ実力差があると前提していくなら2ダブとかを打っていった方が勝ちを拾えるかもな。上級者にワンチャンを掴むための勝ち方、色を聞かせない。いきなり4連鎖打ったね。対応厳しそうかなと思って大きく動いてみたけど、きっちり対応されたね。完全総裁だったな。何もなかったことになった。さあここからどうやっていこうかな。4連鎖を打ったとはいえ形はそこまで崩れていないから。あ、でもその2ダブ2連鎖は対応むずいな。しかも軽減しようとしたらちょっと間違えちゃったし、まあこの量食らったら厳しいな。うん。対応手作っていなかったのと本線が遠かったのがまずかったかな。ちょっと隙のある構えだったかもね。隙を作らずに本線だったり形を整えていきたい。青が多かったから少し歪な GTR の形になったな。連鎖尾部分はそこまで崩れなかったからよかった。このツモ順はちょっと手順難しかったな。他にも正解はいろいろとありそうだった。さあなかなかにいかつい2ダブを構えて、先に2ダブを打つと対応されるので1回連結に連鎖を打っていく。それで少し形を乱したところに2ダブを打っていく。これはかなり鋭い攻撃だな。このまま連鎖尾を使って3連鎖、これで勝てたかな。今のところは順調そうですね。2回とも攻撃が生きているね。相手に適応される前にこれで本数稼いでおこう。この後いくら連鎖されても大丈夫なようにな。さあまた本戦火力が出そうな形になりましたね。連鎖尾が入れやすいこの形ね。そういえば最近対戦ばっかりだったのでトコプヨで色々と試行錯誤しています。本戦は一つの課題でもあったからな。しかもさっきも言った通り、隙を作らずに本戦を組みたいんですよね。対応が上手い上級者の方とかの動画を片手にとことんプヨプヨをやっているんですけど、成果が出ているのか心配です。2連鎖を1連鎖で返していく。クソでかい1連鎖である。2連鎖よりでかい1連鎖ってすごいよな。今の総裁していなかったら結構でかそうだったよな。落下ボーナスも含まれるからね。それを含めると大量のお邪魔を送れる。でもあまりにも中盤を意識しすぎて形が連結だらけになっちゃった。連結、しかも縦さん、扱いづらい形だな。でも相手の連鎖尾もあんまり入ってなさそうなんですよね。これってひょっとして本戦打ってもいいですか？どうだろうな、足りるかこれ。連鎖尾が地味に間違えていて焦った。紫と緑も消えたら文句なしの火力だったのに、見事にプヨが残っちゃったね。謎のオブジェが残ってしまった。そういえばどうしてユニさんと対戦に至ったの？僕自身ユニさんの動画を結構見ていたので、どこかで関わってみたいなって思ってたんですよ。そんで夜中にたまたまツイッターを見たらツイキャスをやっていらしたので、そこで質問とかしていたら対戦とかしますよ、と言ってくださったので、今回の対戦に至ったよって感じですね。めっちゃラッキーだったね。ユニさんは僕とかぷよぷよの活動をしている人に喜んで協力すると言ってくれたので、めっちゃ嬉しかったですね。本当に今回は感謝です。嬉しいな。ユニさんの方も色々活動があると思うのに時間を作って協力してくれるなんて。最近はこうやって色々な方が協力していただいているので、僕ももっとぷよぷよを広められるように頑張っていきたいと思います。さあ6万点の火力を返せるのか。これ途中で連鎖尾だったり色々ミスったから全然足りないんだよな。
途中から中盤意識の形をしたところに本線打たれちゃったから厳しかったな。その辺の見切りはさすがですね。こっちも本線重視で動いてみるか。土台は崩れていないから中盤で乱されなければいけるんじゃない？今のところ中盤で勝利を取ってたからこの辺で本線勝負して、そっちもできると相手に思わせたいところはある。そうすれば向こうとしてはやりにくいよな。中盤してくるのか本線打ってくるのかわからないから。って意気込んでいたらミスって本線打った。あ、これはお疲れ様ですってやつですか。でも、向こうも連鎖の途中で止まっているね。でも左側の赤まで繋がっているのか。そっちが消えるのは見えなかった。これは、一方的にお邪魔を食らってしまったな。ああ、これくらいか。連鎖の発火点が一気に埋まっちゃったから、掘り起こすのが難しそうだなこれ。この形から向こうの火力を返すのはかなり厳しい。お気ミスで負ける展開は避けたいよね。それで一本取られるのもったいないからな。二重先って長いようで案外短いからね。こういう一本があだとなっていくんだよな。でも今のところは3対3でいい感じだね。今のところはね、多分たまたまでしょうけど。さあ今回も土台に関しては問題なさそう。二ダブ撃てるから黄色来たら打ちたいけど、黄色が来ないですねこれ。ってなると二ダブ撃つとそのままリソース振りになりそうだな。どうするか。ちょっと連鎖にも入れにくい形だが、3連鎖じゃダメかな。でも本線は打たせることには成功したね。連鎖が終わっているので塔も伸ばしていくしかなさそうですねこれ。でもユニさんの火力が思ったより大きいんだよな。これ頭の伸ばしだけで変えるかな。絶妙な量？果たして。連鎖に入ってましたね。狙ってないやつ。完全に狙ってないやつです。たまたまですね今の連鎖は。狙っていたらかっこよかったんだけどな。さあ今回のツモは、ちょっと三色に偏っていますね。特定の色がたくさん来ても土台って組みづらいよね。まあ強制的に関東済みになりましたね。GTR の変形とも言われるこの形。お前的にこの形好きじゃないんじゃなかったか。あんま好きじゃないですね。土台が平たい形になりにくいので、連鎖とか伸ばしにくいし、中盤もしにくい。扱いづらい形になるよねこれ。向こうの単発に反応して、三連鎖打っちゃったけど、これ結構向こう振るんじゃない？いや、一個しか振らないんじゃないか。お邪魔振ることを見越して本線打っちゃったから、これ厳しいな。伸ばされて負けそうだこれ。赤玉2個ちょっと。本線が途中で止まっていると早い。この量は余裕で帰ってきそうだね。まあこれはちょっと厳しいか。お邪魔計算をたまに間違えちゃうな。まあ試合中だから正しい判断もしにくいだろうからな。もう少し試合数を重ねてその辺になれる必要があるよね。お邪魔計算は難しいよね。お邪魔が来ることを見越して次の手を打つってこと自体が難易度高いからな。決まれば一気に勝ちに持っていけるだけあって難易度は高いのか。土台はあんまり崩れないんだけどな。攻めのタイミングをもう少し慎重に決めていきたい。今回は、お互いに本線重視の立ち回りしているね。さあこの辺で向こうも単発を打ってきそうだけど、このお邪魔がどこに振るかだな。ユニさんの本線も結構デカそうなんだよな。この黄色ゾロは連結にして次の手で単発で消化できるようにして。この辺から単発が強くなってくるけど、一個振るだけで致命傷になるからな。あれは、本線なのかな。飽和して打ってきたっぽな。結構デカそう。もうちょい伸ばして打ちたいけど、地味にツモが噛み合わないな。伸ばしは成功するか。ちょっと厳しかったね。9万点近くあるから伸ばさないといけないと思っちゃうよな。でかい本線打たれるとこの伸ばしじゃ足りないかなって思っちゃうんですよね。これじゃ帰らないんじゃないかって疑心暗鬼になるよね。っていうか紫が来ないから土台がちょっと崩れ気味。この土台だと少し戦いにくいな。右側にどんどんオブジェができてしまう。向こうは連鎖にもしっかり入ってかなり火力が出そうな形だな。サンダブがそのまま直撃してしまうかな。これ直撃しちゃうと厳しそうだね。ここに来て2本差なんですよね。ユニさんが本調子になってきたか。それと同時に僕の土台も崩れ始めている。お前の問題だった。綺麗な土台。連鎖を意識していきましょう。今回は雪崩の連鎖も入れやすくて使いやすそう。逆に折り返し部分で連鎖をつなげにくいんだよな。さて、まずはどちらが先に動いていくか。今のところ、向こうには対応ではなさそうだけど、一回単発を打っていって。あれ？三連鎖打ってくるかな。打ってきそうだな。こっちはどう対応する？本線しかないな。でも折り返しへこんでいるから伸ばしにくいんじゃね。いやー、でも緑ゾロも来ているので伸ばされちゃいそうこれ。さて、どうなるかこれ。
リサーチ、フーダルティー、シエルアーツ、シエルアーツ、シエルアーツ、お返しですわ。ハニュラス、痛いです、痛いです、次は負けません。やばいな、流れを完全に取られていますよ。前半の勢いが完全になくなってますね。両系の意識、土台は絶対変な感じにしない。土台は大きく崩れていないんだけど、中盤戦で完全に上回れてるよな。ひょっとしてあまり仕掛けない方が良かったりする。時に挟めることも我慢しないと。たまに形きつくなってプヨーケさざるを得ない時があるんですよね。さっきの試合とかもそうだよね。形がちょっと悪くなって単発打っちゃってた。この2連鎖刺さったけど受けられているので。ってそれにダブになってるのかい。これきついな。折り返し部分に2列振っちゃったから厳しいな。頑張って掘ってみるも、これ見切られそうだな。本戦打ってきましたね。完全に繋がらないことを見越されてる。なんとか神的な発想があって繋げられないですかね、これ。良い考えが天から降りてきませんでした。降りてきませんでした。神は僕を見捨てたようです。自分の失敗を神に押し付けるとか、こいつヤバすぎだろ。ここに来て連鎖美が変なオブジェクトになった。この連鎖美、めっちゃ入れにくいやつじゃない？っていうかそもそも繋がらない。いろいろ勘違いして組んじゃった。どこかでごまかしの中盤戦をしたいけど、それが通用するのかどうか。今までの流れからして下手な中盤は自分の首を絞めているからな。3連鎖。対応もあったんだけどこれ色こないから本戦打たされちゃった。この本戦はさすがに弱そうだね。しかも相手めっちゃ形いいので厳しそう。連鎖美も見にくかったからワンチャン刺さるかなと思ったけど、リソースに差がありすぎたのでそもそもバレてましたねこれ。気づけば違本差ですよ。このままだとパイ投げの罰ですけど。今のは本戦がダメだったからノーカン。それは完全にお前の負けだろ。ぷよぷよがもっと上手くなりたい人生だったね。なんで終わらせようとしているんだよ。エンディングじゃないの。まだ20先だからな。勝負は最後までわからないということをお前らに教えてやろう。そんな大口叩いて負けたらマジで笑うけどな。やばい、折り返し変な感じになっちゃった。2ダブライル、やめてくれー。あ、察し。こっちよ。後編へ続く。これごろ負けする予感なんだが。